皆さんこんにちは。古生物のことが大好きなラーユです。今回は視聴者さんにしてもらったリクエストでシアッツについて解説していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。シアッツは9800万年前の白亜紀後期の北アメリカに繁栄した竜板目、獣脚亜目、テタヌラ類に属している肉食恐竜です。ユタ州東部シーダーマウンテン類層の表面に露出していた発端の断片を見つけたことから世に名前を知らしめたシアッツはティラノサウルスにより名が有名になりましたよね。その理由としてティラノサウルスが大型化する少し前の頂点捕食者だったからです。ティラノサウルスと同じ年代に繁栄したのにどういうこと？べ方に説明すると、白亜紀といっても約1億50万年前から6600万年前ほどあり、シアッツは先ほど記載した通り9800万年前に繁栄して、ティラノサウルスは約7000万年前ほどから繁栄していきました。これによって同じ白亜紀後期と記載されていてもかなり年代が違うんです。補足でティラノサウルスが繁栄した頃の時代を白亜紀末期とも言います。そんなビッグボスのシアッツは北米大陸から知られる獣脚類で最大級の一種で、その全長は約12メートルほど、大腿骨の円周から計算して体重は4トンほどでした。同じ地域で同サイズの個体だとアクロカントサウルスやティラノサウルス、サウロファガナクスなんかがいますよね。そんなシアッツの幼体でも最低約9メートル、体重約4トンはあったと言われています。これ調べてて、幼体と推定の成体でも体重は変わらないのかって驚きました。またシアッツの分類は曖昧で、メガラプトル類かアロサウルス類か、基盤的なコエルロサウルス、ネオベナトル類と複数の分類群の案が上がっています。より最近の研究ではシアッツのようなメガラプトル類やネオベナトル類はカルノサウルス類の一部に含まれる可能性が指摘されています。いち早くもっと有力な化石が見つかっていろいろわかるようになりたいです。動画を見ていただきありがとうございました。アドバイスや動画の感想があればぜひぜひコメントしておいてください。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。